5月に入り、クールビズの期間が始まりました。東京都庁では、小池都知事やタレントのフワちゃんが、涼しげなファッションで、クールビズや節電を呼び掛けました。小池都知事。あ、どうも、忙しぶりですいんだよ。もうフワちゃん、最初からクールビズ。<laughs> 涼しげな装いで、イベントに参加した小池知事とフワちゃんは、トークセッションを行い。 楽しく快適に節電に取り組んでほしいと呼びかけました。今年は自然災害に加えてロシアによるウクライナ侵攻の影響を受け、エネルギー供給が不安定になることも懸念されていて、減らす、作る、貯めるをテーマに節電につなげることが狙いです。都庁でも今日からクールビズが始まり、イベントでは職員がノンネクタイや風通しのいい素材を使った。 クールビズスタイルで登場し冷房の室温は28度省エネ家電に買い替えようなど取り組みを紹介しました。